どうもこんにちは宣伝部長のです今日は松本人志自体を甘く見ていたってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで文集法の第3弾が出まして、まあ、今回その感想みたいなことについてお話をしていきたいんですけれども詳しい内容についてはですね、まあ、有料でお話はできないのでよかったら下の方に貼っとくんであご覧になってくださいっていう感じでで、まあ、今回の中身なんですけど大枠で言うと。 今まで文春さんが押してきたですね「まる状のシステム」っていうのがありますよね。でそれのまあまあ保管ですかね。はい、でこれを見ると、まあ、今回ので3つ文春法ですね3段ですけど大体3つ見ると大体手口といいますかやり方がまあ明らかになってきたって形ででまあどういうやり方をするかっていうとですね まあ、後輩芸人がですね、まあ、とにかく松本さんに、まあ、お好きであるとか、まあ、一緒になりたいとか仕事をねなんかいいことあるんじゃないかとか含めて、まあ、後輩芸人からすると、まあ、神様みたいな人ですよね松本さん。 だから、まあ、この人が地方パ特に、えー、と地方なんかに行くと地方に松本来るぞってなってでそこにそれぞれの吉本の芸人がいてだから、まあ、正直このシステムが出来上がったのも吉本の拡大とともにみたいな感じなんですよね昔は大阪でしだけでしたよねでその後東京吉本ができてそこから各地方にも作ろうみたいな形で芸人が地方にもいるみたいな状況が出来上がってだからひょっとしたら東京とはちょっとまた形が違うのかもしれないんですけどまあ 地方の話が今回特に多かったんで,で地方に松本来るぞってなるわけじゃないですかでそうすると後輩芸人がいろんな形で女性を集めますでそこには松本さんの指示書みたいなやつも出てきてですねまあこれがまあ結構好みの指示書っていうのが出てきてまあそらく松本さんの文字だと思われるような字でまあそれは松本さんは否定も肯定も今されてない状況ですけど。 そこにスタバの店員であるとかそれから CA さんね CA さんなんかもあの JAL とか ANA で LCC はダメとかねなんかまあ細かい <laughs> 細かくまあそのその時々で松本さんがこの職業の声、えー、なーみたいなことを多分書いたんでしょうねでそれを見て一生懸命探しに行くみたいなのがあったらしくてですね まあいずれにしてもねそう、それってなんか普通の素人じゃないですか。だから、まあ、中に、それだと素人だし、なんかナンパで集めてきて、あ集める素人の子もいれば、まあ、芸能人の卵とか、タレント活動してる人もいて、まあそれによってちょっといろいろ違うような気もするんですけど、まあいずれにしても松本さんは一回いたしたら、まあ、それはまたダメらしくてですね、まあそ、そういうことなので、まあ、基本的には、まあまあ、 後輩芸人はどういう女性を探すかっていうとそういうなんか松本さんがいわゆる好きそうな子を集めてきてで当然素人含まれるけどでもタレントまあ綺麗な子は結局タレントさんが多かったりとかするんでタレントの卵とかになっちゃうんでしょうねとかになっていくわけでまあ中にはプロの方もいらっしゃるかもしれないけどっていう感じででしかも1回だ1回まあそのなんていうんそういうことした子はまあ2回目はないって感じらしいんでまあそうするとですね まあこ地方でやっぱり可愛い子たくさんいるっつったってねまあそれをなかなか探していくのは大変になるっていうのは容易に推察するって感じでまあとにかくですね、まあ、そういうことになってましたとでそれでえー、っとでなおかつなんか一日何回転もするみたいな形のところがありましてまあだから後輩芸人がそういう形で連れてくるみたいな感じで基本的にはホテルで飲み会みたいな感じになってで えっと、過去においては、松本さんのマンションみたいな事例も出てましたかね。まあ、とにかくそういうとこでワイワイやってて、で、そこで、まあ、松本さんと二人っきりに、まあ、上手に誘導される。すごい、昔の話とか出てた、20年前ぐらいの話がも出てましたけど、そこの時はすごく荒くて、い,いけみたいな感じなんですよね。いや、だから、まあ、まあ、それが、なんか徐々に徐々に回数を繰り返すごとに、まあ、多分、洗練化していって、ホテルになってっていう形なんでしょうけどね。はい。 まあいずれにしてもですねまあそういうことでしたと。だからこれって松本さんの何て言うんだろうこう芸能人としての力っていうか芸,芸,芸人としての力の拡大 とととももにに会社も大きくくななるるそそここでで後輩もたたさんん増えるでそのよよって完成したシステムなんですよね、はい、だから正直なんか他の事例もこういうことあんのかなとか思ったんですけど今回のことができる人って限られていてだからうんって思いましたねだから各地に後輩がいてなんかこういったので女性集めてくれる人がいるみたいな人ってまあいないじゃないですか。 だからまあそれこそなんかほらアテンドする人っていうのはなんかいるらしいのでその地方地方でまあコミュニケーション能力高い人はそういう人に連絡してみたいなところの人もいるかもしんないけど、まあ、基本的にはこんなのできるの松本さんしかいないよねっていうのが私の正直な感想ですかね。はい、でだからその状況についてはですね後輩芸人も松本さんもそれからとなんか幹部の名前も出てきたりするんで。 その人とかは多分そこに松本さんが来てくれて地方に来てくれてねプラスになるとかってことでその辺りはまあ正直後輩も含めて大変でしょうけどウィンウィンの関係性なんですけどそのウィンウィンの関係性の中に女性が含まれてないっていうのがまあ最大の問題なんですよね。つまりそういうので喜んでいく人は別にいいと思うんですけどまあなんかそういうのでねよく分からん感じでつか連れて行かれて。 たりとかですね、まあ、あるいは何か福岡の場合は結構このもう分かってて松本人志に驚くリハーサルとかするらしいです <laughs> <あの笑>リ,リハーサルさせられでそれを当時の友達に LINE で今リハーサル中みたいな送ってるとかですね、まあ、そういうのがあってまあちょっとねっていう状況でまあございますっていうのがまあ大まかなこのいわゆる情能システムの流れですかねはい。 っていうことですよねだから、まあ、こんなになんか一日何回もみたいな話が出てくるんでそうするとこれって何かそのそういうことになった人まあこう行為がどこまでか置いといて、まあ、そういう女性がたくさんいる,いるわけでしょ。でその手前のところでもっと誘われた女性が山のようにいてだからそれ証言できる人それはいっぱいいてこれ逆に言うとこれ何で問題になってこなかったっていうかバレなかったのかねっていうのはすごく驚き なんですよねはいだから松本さんとしてはこんな、まあ、今回の事例がたまたまなんか45回ぐらいまあ、今回出てきた女性たちだけでなんか遊んだ時にたまたまそうなりましたっていうのかこういうのを常習的にやっていてでまあ、こっちの都合でやっぱりそういう形をとって。 ちゃったのかわかんないですけどまあいずれにしてもなんかやっぱり釈明した方がよくてでこの状況の中で引退とかって消えていくとかあるいは裁判でた戦うとかってちょっと本当に勘弁してほしいっていうかその何て言うんだろうなまあ芸人さんがこういった遊びをしてい,いるっていうんですかまああんまりなんかこう綺麗な遊び方ではないけどみんな遊んでんだろうなと思ってたわけですよ。だから ただ、その中において、やっぱり女性を傷つけてしまったっていうことが明らかになった事例ではあると思うので、そこについてやっぱりちゃんと釈明した上で、まあ、謝るべきことはしっかり謝るべきだと私は思うんですけどね、まあ、ご自身も過去にね、そういうことを発言されていたりするんでね、伊藤詩織さんの時にね。っていうところなんですけどね、だから今回の経て、まあ、本当にがっつり、これ間違いなく犯罪だみたいなね、このジャニー北川みたいなのは、 なくて、まあ、女性は結構、まあ、当然傷ついた方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、まあ、逆に言うとめちゃくちゃ巧妙にやってるって話でそうっていうところなのでやっぱりそこは、まあ、普通に出てこられて、まあ、松本さんの言葉でお話しされるのが一番いいのかなっていうふうに、まあ、今回のを見てちょっと思いましたねはいというところで はい。というわけで、こちらはですね、文春さんの記事になりますけれども、一応、シークレットウィンドウで見ててね、えー、ということなので、まあ、普通に入ると、まあ、私は有料課金して見ていますが、こういう画面が出てくるんで、えー、と初月は300円で読めるらしいので、ぜひご購入どうぞという形ですね。そして、えー、と翌日には本誌っていうんですかね、紙面の方が出るので、まあ、そちらの方もよかったら買ってみてくださいって感じで、事、ま、前、あ、も今回は、ね、第,第3弾ですね。 えー、新証拠入手67人,人目の告発者が松本市としホテル社内写真あ室内写真と女性セレクト指示書ですね、はい。ということでまあなんかほら。 なんかスマホを取り上げられるっていう事例もあったようですけどなんか時代によってはまあ撮ってるみたいなところがあって逆に言うとまあ過去に撮られたから途中で警戒して取り上げるって形になったのかもしれないんですけどまあホテル内の写真等々もありましたしまあこの女性へのセレクト指示書ねまあこれは、まあ、これとあのあの 松本さんに初めて会った時のリハーサルの証言がちょっと松本さん的にはこれこれがきついんじゃないかなというふうに思いますけどねいやなんかその <laughs> リハーサル <laughs> ょっとまあ本人は多分知らないんでしょうけどあのリハーサルさせられてでなんかそれもなんかこう入、はい、っていって松本さんだってこう締める練習って言うんですかびっくりしてびっくりあ松本さんだみたいなその <laughs> これ。 これバラされるのはちょっとさすがにかわいそうだなと思いましたけどはい。まあ、知らなかった事実でしょうね。はい。ということでで、でえー、っとですね、女性たちの告発に事実無根で戦いますと言ったきりたんまりを決め込む松本人志と,というとこなんだけどもさらなる告発が相次ぎ情報のシステムの実態が明らかになってきたというところですね。はい。で、まああ冒頭その、あの、 吉本興業っていうか松本さんのワイドナショーの下りもあってですねまあいろんな説が出てるんですけど文春さんによると松本さんが勝手にみたいな感じでまあ局のプロデューサーがびっくりしたみたいなくだりがあってまあ松本さんっていうのはこの事態っていうのはかなり甘く見ていたっていうのが冒頭あってですねやっぱりそうなのかなーってちょっと思ったんですけどねはい、まあ、正直一番しっくりきましたかねはい。 まあここについてもね含めて本人お話しされるってわかると思うんですけどで、えっと「元吉本芸人が懺悔告白事前に女性の選抜会がありました」とかねこれなんかあのこの証言が一番なんかこうんとそのこのシ,システムがなんで成立してるかっていうのがわかりやすくて要はその地方に松本さん来ますと。で後輩芸人たたちちが女性たちを ままあ連れていきますとでその連れてった女性が気にいそのなんていうの連れてってなんかそこになんかその松本さんに会わせる前にオーディションみたいなのがあってまあ、そこで選別されてそれは松本さんのまあ周りの人たちなんですかね芸人さんかわかんないですけどまあその人たち選別されてでその女の子が残るとその芸人さんもその松本さんと一緒に飲めるみたいなね。 いうところの下りりがありましてそれはなんか芸人さんはまあ頑張るよねという感じですけど、まあ、繰り返しになりますけど本当になんかこう女性の視点といいますか女性がどう思うかとかね喜ぶかどうかっていうところがまあかなり抜けているって感じですよね。はい、でそれ以外にもなんか福岡の事例なんかで言うとなんかそのキャ,キャナルシティっていう有名なそのスポットと。 まあみんなが遊びに行くような場所とホテルが隣接していてだから最初キャナルシティ集合みたいな感じで集まる不自然じゃないじゃないですか。でこのあとみんなで飲もうみたいな形の中でお店に行くと思いきやなんか週刊誌が張ってるからこっち行こうみたいなので誘導したりとかだから、まあ、一説には自分の意思で行ったんだろうみたいな意見も結構散見されてるんですけどなんかそこを上手に誘導してたっていうのもあってまあ要するに。 もう集める人たちも言葉のプロ芸人さんなのでだその辺を巧妙にやら,れやられてそれついてったお前が悪いっていうのはちょっと違うような気がしますかね。まあ、あとはもう一つ言うと結構ほらなんかこういう界隈っていうのはなんかまあなんて言うんだろうなこういわゆるプロ風俗とかそういう意味のプロじゃなくてなんかそういうの承知の上で集まってる連中だみたいな意見もあってそういう方もねい ああそういうのを期待してなんか言ってる人もいるかもしんないけど結構読んでるとそのなんか流れてとかう,うまく誘導されてきてる人も結構いるのでそれは全員が全員そうじゃないよねっていうのもあるしと思うんですよねはい、まあ、いずれにしてもそのなんか延長線上でまあちょっと文集の下りにもありますけどなんか風俗風俗上扱いされてみたいな感じになっちゃうんですよ要するにだから急なんか呼ばれてそういうの致して帰るみたいな。 でまあ、おなんか交通費で5,000円とか1万円とかって渡されて帰るみたいなねいうので何て言うんだろうなだからこれが女性の尊厳をやっぱり傷つけてるというか女性側の立場に立つとそれは何なんだこれとはなるでしょうね。もともとんか全盛期の松本さんが大好きでって人で行って「あ松本さんだわ」ってなってなんかそうそじゃあ 一緒に来るっつって行ってその後そうなるのはまあ別にいいと思うんですけどまあ松本さんと知らずに呼ばれてきたりとかうんといろんな形で呼ばれてきた人たちがそうなるかっていうとまあ中にはまあ全くそんなのなくてっていう人も当然いるし嫌だって人もいたでしょうけど。 っていうそうするとこんなトラブル起きて当然だよねみたいなことがまあ普通に起きましたっていうことですよね。はい、で、まあ、あとはまあ風俗というお仕事はねプロでやってらっしゃる方は本当に立派な職業なんでいいしちゃんとお給料も、まあ、あのまあ要するに公正明大な形でちゃんともらってるとは思うんですけど何て言うんだろうな。 だから風俗上扱いって言い方が正しいのかよくわかんないんですけど、ちゃんとプロの方を呼んで、いやそういうふうにする分においては全然いいんでしょうけど、松本さんはだからそれじゃあダメなんでしょうね。だからし素人の人で、なんか職業指定があったりとか、それから一回いたした人は NG でみたいな感じで、まあ、なんていうんだろうな、まあ簡単に言うとハーレムですよね。っていうのを作り上げていたということで、 うん、まあ別にそれが私はまあなんだろう,こう人気の芸人さんでめちゃくちゃ悪いかっていうとそこまでは思わないけどただやっぱり大事なの女性側でそのハーレムを構築しても松本さんだったらいいよねっていう思い人たちが集まってんだったら全然いいんですけど見る限り後輩が一生懸命苦労して集めて松本さんに献上してるっていうのが見えるので,でそれがなんか途中でやっぱり松本さんの影響力の拡大とともに。 無理してっていうか頑張って用意しちゃうみたいなところになってまあそれが20年前ぐらいだったんでしょうねというふうに思うっていうのがまあ私がいろいろ見てて思うところではありますけどねはいでそれ以外にもここねあの職業の指定みたいなやつがあったりとかしてまあよかったら買って読んでみてくださいちょっとなんかまあまああるし松本さんらしいなみたいなこだわりがある,あるんですよね美容師とか茶髪 NG とか <laughs> そうスタバ店員とかね、いうところがありまして、うん、ね。で、<laughs> だから、いろいろちょこっと話して、何のお仕事されてんのつってや、スタバで働いてますっていうので、まあまあ、こう、あれでしょ興奮しちゃうわけでしょっていうとこですよね。まあ、この辺は本人がね、まあでもこれは説明しなくてもいいかさすがに。で、えっと、 そして、えっと参加者明かす週刊誌の張り込みを口実にあホテル変更これ先ほどちょっとお話し,しましたけどねいやだからこれとかやっぱそうまあ断れる人もいるでしょうけどもうなんかもうなんて言うんだろうもうかなり作り上げられてる飲み会で飲み会っていうのが集まりででしかもほら、まあ、大体ほら芸能界のビープ来るみたいな感じでしょ。で っていうので、ままあかなり断り断にくいし、まあ、そもそももそそ行っっててみたいいななのもあるじゃでですかでそういうの上手に使いながらってとこなんで、ね、だから、ここまでが、ここまでで普通の飲み会までだったらね、まあ、いいのかなって思うんですけど、その先ですよ、の問題はね。はい。で、あと、元タレントの19歳だった私が、みたいなところのくだりがあるんですけど、これなんかは、ちょっとやっぱひ,ひ,ひどいって感じ。 でもこれ20年前ぐらいの話でだからこの頃は松本の仁さんのマンションでっていう話のくだりなんですよねだからそこは今のホテルシステムとは違ってみたいなところだと思うんですけどやっぱりなんかもともとはきっと周りの芸人さんたちが松本さんのためにみたいな感じで女性をこう連れてきて,てでなんか自然に。 に松本さんにどうぞどうううぞぞみたいいなっていうことですよねででこれもし本当だとしたらなんか異常じゃないですかだってそのなんかこう,もうとにかく松本さんに女性を女性をっていうので何て言うんだろう,もう王様じゃないですかだからね裸の王様って表現あったけどなんかこう普通で言うとねじゃみ,みんなでナンパしに行ってとかで、ね、<laughs> それでみんな頑張ってねこう成功しましたとかね、まあ、まあそういうのは。 じゃななくくててんんかもう松本さんに連れてくるのだみたいなねいう感じでだって他の人だって同じく芸人さんで、まあ、そういうことしたい人たちもいるわけでしょだけど松本さんにどうぞどうぞっていうのは、まあ、かなり思ってる以上の王様ですよねしかもそれが地方地方に行くと地方地方の芸人さんがそういうの準備するみたいなっていうところで。 まあだから松本忖度が行った結果多分最初は松本さん周囲で集まってる芸人さんで作り上げて松本さんにどうぞどうぞってやってるのがいつしか今みたいなホテルの身み,みたいな形に進化って言,わん言いたくないけど、まあ、バレにくいような仕組みに変,え変わってったっていうことのように見えますけどねはい、まあ、いずれにしても、まあ、それはトラブルになるよねだからあのスマホをね預かった電源消せって言ってるわけですよねはい。 はいというととうころですかねはいこれをもってしてまた世の中がどう動くかっていう話があるんでしょうけどねまあ私としてはまあ繰り返しになりますけど普通にやっぱり今出てる内容であればそりゃ良くないこともたくさん書いてありますけどやっぱり出てこられて説明してやっぱりそういう遊びっていうのが行き過ぎていたとか後輩に気つかわせ過ぎていたとか、まあ、どこまで認めるかって話もあると思うんですけど、まあ、その上で、ま、謝るべきことは謝って、まあ でまあなんかこれは太田さんとかもおっしゃってましたけど今これを最終的にまあまあなんていうんだうな自虐で笑いに変えていくっていうところまでやってさすが松本さんっていうことになるんじゃないんですかね。このままなんか本当に隠れて出てこないで裁判で戦いますみたいなっていうのは、まあ、ごおまあご自由にやられたらいいと思うんですけどもうかなりの人ががっかりしていてとにかくダウンタウンのブランドそのものが。 既存されてるるように見えるし、まあ、本来だったらね、まあ、ちょっと文春さんにもありましたけど松本さんが勝手な行動してこういうことに至ってる部分もないわけではないので特にあのツイッターとかですよねだからそうすると本来だったら会社から訴えられってお前全部責任取れやっていうね今までのなんかこう,なんこう悪徳芸能界みたいなの流れでいうとそんな感じの。 流れもないわけじゃないんですけど吉本としてはねここまでの功績があるから当然しないんでしょうけどただ普通だったらそこまでされちゃうようなことが、まあ、側面から支援しますとか言われてる状況で、まあ、いずれにしてもずっと気使われてるんですけどそれってなんか松本さんがよく言うね笑いで笑いにくい状況っていうのを自ら作り上げていてでそれでこのまま消,消えていく引退っていうのが本当にいいんですかっていうのはちょっと本当に。 思いますけどね。まあ、個人的な感想です。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。